この動画を作るために50話すべて見ました。日常生活の中で使うネイティブな表現になるので勉強できます。大家好、我是阿波連、皆さん、こんにちは、アハレンです。今回は大人気のドラマ、陳情令、陳情令で使われているフレーズを77選をご紹介していきます。最近皆さんに中国語を始めたきっかけは?と聞くと、中国のドラマにハマったと答える方がすっごく多いんです。そして、ほとんどの方は、陳情令から中国語を勉強し始めましたと聞きます。私はなんとなく陳情令というドラマを知っていたんですが、ちゃんと一から見たことがなくて、今回この動画を作るために50話すべて見ました。いやー、長かった。陳情令を見たことのある方からすると、名台詞がたくさん出てきます。見たことない方でも、日常生活の中で使うネイティブな表現になるので勉強できます。読む順番は、日本語1回、中国語ネイティブスピード1回、中国語ゆっくりスピード1回、中国語ネイティブスピード1回。それでは見ていきましょう。一、本当にすっきりするわ。真是大快人心。真是大快人心。真是大快人心。二、もし私が彼ならもう泣いているでしょう。如果我是他，我早就哭了。如果我是他，我早就哭了。如果我是他，我早就哭了。三，私のために復讐して，帮我报仇，帮我报仇，帮我报仇。四，お前はもうおしまいだ，你死定了，你死定了。你死定了。五，自業自得，自作孽不可活，自作孽不可活，自作孽不可活。六，ふざけるな，我呸，我呸，我呸。七，もう騒がないで，你不要闹了，你不要闹了，你不要闹了。八，今日外出るとき暦を見なかったな。なんてついてないんだ。今天出门还真没看黄历呀。今天出门还真没看黄历呀。今天出门还真没看黄历呀。九、もし私が私もどこにいるかわからないと言ったら信じますか？如果我说我也不知道在哪里，你信吗？如果我说我也不知道在哪里，你信吗？如果我说我也不知道在哪里，你信吗？十，信じるよ，我信你，我信你，我信你。十一，簡単には言い表せない，一言难尽，一言难尽，一言难尽。十二，私が変わったのか？そうでもないでしょう。我变了吗？也没有吧。我变了吗？也没有吧。我变了吗？也没有吧。十三，やましいことは何もない。我问心无愧。我问心无愧。我问心无愧。十四，夢でもいい。私は目を覚ましたくない。哪怕是场梦，我也不愿醒来。哪怕是场梦，我也不愿醒来。哪怕是场梦，我也不愿醒来。十五，どんな悲しみも心に留めない。无论什么难过都不会放在心上。无论什么难过都不会放在心上。无论什么难过都不会放在心上。十六，ひざまずいて謝ってもいい。我跪着说对不起也行。我跪着说对不起也行。我跪着说对不起也行。十七，またどこに行ったの？你又去哪了？你又去哪了？你又去哪了？十八，あなたはよく姿を見せませんね。你经常不见人影。你经常不见人影。
你经常不见人影。十九、そうだとは限らない。那可不一定。那可不一定。那可不一定。二十、私の記憶力は本当に悪い。我记性是真的差。我记性是真的差。我记性是真的差。二十一、あなたはすごく素敵で、私はあなたが好きです。你特别好、我喜欢你。你特别好、我喜欢你。你特别好、我喜欢你。二十二、私はあなたから離れられない。我没法离开你。我没法离开你。我没法离开你。二十三、これはあなたへのプレゼントです。这个送给你。这个送给你。这个送给你。二十四、あ、そうだ。A、对了。A、对了。A、对了。二十五、あなたがつまらないっていうのがわかる。就知道你要说无聊。就知道你要说无聊。就知道你要说无聊。二十六、ごめんなさい。私は言ったことを守れませんでした。对不起、我食言了。对不起、我食言了。对不起、我食言了。二十七、私は何も見ていません。我什么都没看到。我什么都没看到。我什么都没看到。二十八、すごくハンサムです。特别俊俏。特别俊俏。特别俊俏。二十九、あなたは酔っ払ってもどうして顔が一度も赤くならないんだ？你醉了、怎么脸都不红一下。你醉了，怎么脸都不红一下？你醉了，怎么脸都不红一下？三十，私はふざけているだけで、私が悪いです。無視しないで。我胡说八道，我不好，你不要不理我。我胡说八道，我不好，你不要不理我。我胡说八道，我不好，你不要不理我。三十一，私がお手本になろう。我就做这个先例。我就做这个先例。我就做这个先例。三十二，私だよ。びっくりした。是我，惊喜吗？是我，惊喜吗？是我，惊喜吗？三十三、あなたが話せと言って、それで話したら私のメンツがないじゃないか。你说放就放、我岂不是很没面子？你说放就放、我岂不是很没面子？你说放就放、我岂不是很没面子？三十四、吐かなくても気絶してしまう。不吐也要被熏晕过去。不吐也要被熏晕过去。不吐也要被熏晕过去。三十五、今まさに熱出てます。我正在发烧。我正在发烧。我正在发烧。三十六、なんか褒め言葉を言えないの？你能说点好听的吗？你能说点好听的吗？你能说点好听的吗？三十七、このかわいそうな私をなだめて。哄哄这个可怜的我。哄哄这个可怜的我。哄哄这个可怜的我。三十八、私と友達になるとたくさんのメリットがあるよ。跟我做朋友好处很多的。跟我做朋友好处很多的。跟我做朋友好处很多的。三十九、規則に合わない。不合规矩。不合规矩。不合规矩。四十、あなたはさっきなぜそんなに速く走ったの？
你刚才怎么跑得那么快？你刚才怎么跑得那么快？你刚才怎么跑得那么快？四十一，私も見聞を広めたいです。我也想去见识见识。我也想去见识见识。我也想去见识见识。四十二，あなたは私を罵る唯一の人だ。你是唯一一个骂我的人。你是唯一一个骂我的人。你是唯一一个骂我的人。四十三，私を見なかったことにできる？当没看见我行不行？当没看见我行不行？当没看见我行不行？四十四，あなたの無邪気さには限度はないのか？你天真也得有个底线啊！你天真也得有个底线啊！你天真也得有个底线啊！四十五，あなたも知っているでしょ？彼女は一生あなたを忘れない。你也知道，她一辈子忘不了你了。你也知道，她一辈子忘不了你了。你也知道，她一辈子忘不了你了。四十六，16年経った。まるで夢のようだ。十六年了，像一场梦一样。十六年了，像一场梦一样。十六年了，像一场梦一样。四十七，酒はとても香りがよく濃厚であり、また辛いです。酒很香，很纯，也很辣。酒很香，很纯，也很辣。酒很香，很纯，也很辣。四十八。誰だっていつまでも子供でいられないさ。谁能永远是小孩子呀？谁能永远是小孩子呀？谁能永远是小孩子呀？四十九。あなたは私を何だと思ってるの？你把我当成什么人？你把我当成什么人？你把我当成什么人？五十，あなたが口を開けば、私は笑いたくなる。你一开口我就想笑。你一开口我就想笑。你一开口我就想笑。五十一，でも私はそう思わない。可是我觉得不是。可是我觉得不是。可是我觉得不是。五十二，他人があなたによくしたことを頭に入れとくべき。要记着别人对你的好，要记着别人对你的好，要记着别人对你的好。五十三，あなたは問題ないって言ったじゃないか。你不是说没问题吗？你不是说没问题吗？你不是说没问题吗？五十四，これは何だ？这是什么东西啊？这是什么东西啊？这是什么东西啊？五十五，私が微笑んでいるのは振り返ったときにあなたがそばにいるから。我微笑，因为转身后看见你在身旁。我微笑，因为转身后看见你在身旁。我微笑，因为转身后看见你在身旁。五十六，私はママだと思います。我觉得还好吧。我觉得还好吧。我觉得还好吧。五十七，生きてる時に亡くなった後のことなんて気にする？今遊べるだけ遊ぶんだ。生前哪管身后事，浪得几日是几日。生前哪管。身后事，浪得几日是几日。身前哪管身后事，浪得几日是几日。五十八，私は他の人とは触れない。我不与旁人触碰。我不与旁人
触碰，我不与旁人触碰。59、これは私の一方的な思い込みだけの考え。这只是我一厢情愿的想法。这只是我一厢情愿的想法。这只是我一厢情愿的想法。60、持ち帰って隠しておく。带回去藏起来。带回去藏起来。带回去藏起来。61、私たちは同じ道を行く人ではない。我们不是同道中人。我们不是同道中人。我们不是同道中人。62、あなたに、あなたに、全部あなたに。给你给你都给你。给你给你都给你。给你给你都给你。63、私の思っているようなことではないと望みます。我希望事情不是我想的那样。我希望事情不是我想的那样。我希望事情不是我想的那样。64、していいことと悪いことがある。有的是可以做，有的是不可以。有的是可以做。有的是不可以，有的是可以做，有的是不可以。65、勇敢だけど愚かだ。虽然勇敢，却很愚蠢。虽然勇敢，却很愚蠢。虽然勇敢，却很愚蠢。66、早く来るよりもちょうどいいところに来る方がいい。来得早不如来得巧。来的早不如来的巧。来的早不如来的巧。67、私のところで寝ないでよ。你别睡我这啊。你别睡我这啊。你别睡我这啊。68、一生独身でいる。打一辈子光棍。打一辈子光棍。打一辈子光棍。69、あなたは私の唯一の親戚です。你是我唯一的亲人。你是我唯一的亲人。你是我唯一的亲人。70、私泣いてなんかないさ。我才没哭呢。我才没哭呢。我才没哭呢。71、私もどう言えばいいかわかりません。我也不知道怎么说。我也不知道怎么说。我也不知道怎么说。72、全くもってデタラメなことだ。一派胡言。一派胡言。一派胡言。73、あなたは本当にずうずうしいね。你脸皮真厚。你脸皮真厚。你脸皮真厚。74、あなたはどこに行くか決めましたか？你决定了要去哪里？你决定了要去哪里？你决定了要去哪里？75、あなたは頑固な人だ。你这个人很倔。你这个人很倔。你这个人很倔。76、私の人に手を出せるのか？你敢动我的人？你敢动我的人？你敢动我的人？77、自分を誰だと思っているの？你以为你是谁？你以为你是谁？你以为你是谁？皆さんお疲れ様でした。これ知ってるよってフレーズはありましたか？ぜひ皆さんの好きな場面をコメント欄で教えてください。今回のフレーズを覚えるのはかなり大変だと思いますが、諦めずにコツコツとやっていきましょう。私も今では自信満々に日本語を話していますが、昔は全く日本語を話せなくて自分に自信もありませんでした。ある時期自信のなさから日本語を話すことにためらいがあって、言葉に自信
自信を持てず外に出るのも嫌だなと思ったことがあります。毎日家にこもって友達から遊びに誘われても断って人とのコミュニケーション怖かったんです。日本語の発音とイントネーションが不安でネガティブな考えがどんどん増えていって自分のことが嫌いになりかけていたんです。だけどこのままではいけないと思ってなんか行動しなければと決意をしました。最初はコンビニに行って店員さんと簡単な会話をするという小さなステップから始めて少しずつ慣れてきてからは徐々に日本語で会話ができるようになっていきました。この時思ったのは行動する恐怖って一歩踏み出す前だけなんだなと思ったんです。よく考えたら人と話すのが怖いのって話しかける時だけだしバンジージャンプを飛ぶ時だけ飛ぶ前が一番怖いんですよね。ここで私が皆さんに言いたいことは怖いのは踏み出す直前だけってことなんですよね。皆さんも中国を勉強していて話すことが怖いって一度は思ったことがあると思います。でも話すことが怖いのって意外と大した問題じゃありません。自分で不安を煽って恐怖を大きくしているだけなんです。だからどんなに怖くて不安に思ってもとりあえず小さな一歩から始めてみることがすごく大事です。世の中のことって最初は怖くてもやってみれば意外と簡単だったってことだらけです。だから自信がなくて行動しないではなく小さな自信を積み重ねて行動を起こすことで成長ができます。失敗を恐れずに一緒に挑戦をしていきましょう。今中国語の学習でつまずいてたり発音が正しいのかよくわからなくて自分の学習法が合っているか不安という方が生徒さんの中にもとても多くてそういった悩んでいる方たちのためにワンデー中国語オンライン勉強会に無料で招待中です。講師歴8年5500人以上に指導してきたプロが教える中国語の正しい発音や学習法をたった2時間で学べるようになっています。さらに今なら勉強会参加者限定特典として丸覚えで即使える日常会話フレーズ2000、中国語文法図解解説スライドを300枚、リアルなネイティブ会話収録した150本動画をはじめとする中国語12000フレーズ、中国語学習スライド1000枚、文法図解300枚、リスニング動画150本まとめた全21特典を完全無料でプレゼントいたします。私たち毎日中国語が送る本気でのプレゼントになります。概要欄の毎日中国語公式 LINE からお友達追加をしていただくと参加の案内が届くようになっているのでご都合のいい日程を選んでください。配布は突然終了する可能性があるのでぜひこの機会にワンデー中国語オンライン勉強会に参加して受け取ってみてください。では10秒のリスニングテストいきましょう。地球是运动的，人不会永远处在倒霉的位置。好，那谢谢大家，我们下次再见吧。簡単には言い表せん、簡単には言い表わら、あらわら、あら、中国語12000フレーズ、中国語、